コーヒーで描いた絵です。絵を描いているのにコーヒーをこぼしたらメンタル壊れますよね。でも危機はチャンスで、ミスを利用しでもっと素晴らしい絵を描く人がいます。コーヒーのシミを剃ってスケッチをして漫画のキャラクターをその中に描きます。最後に背景まで描いたら素晴らしい演出の絵が完成します。そしてまたコーヒーを持ってきますね。今度はコーヒーじゃなくて水を満たして絵の具でずっと叩きます。そして同じくスケッチを始めて色を塗ります。今度も力感があふれる絵を完成します。怪しいほど何かを描けるのが好きなこの人はクマルグマキという TikToker です。日本の漫画のキャラクターを専門に描くイラストレーターで、主に液体を利用したドラマチックな効果を使います。こう見ると結構簡単そうだけど、なんで直接するといつもしくじってしまうのでしょうかね。